僕の小学校は有名人の子供も多く通う私立の小学校なんだ。だからお昼は給食がなくて、毎日ママがお弁当を作ってくれるんだけど、お腹空いたな。わあ、今日も美味しそう。僕は伊塚春樹。僕はママの作った卵焼きが世界で一番好きなんだ。だけど、やっぱりこれだよね。毎日僕の卵焼きが食べられちゃうんだ。彼は桜庭大治くん、有名女性タレント桜庭夏子の息子なんだ。ちょっとやめてよ。いいじゃねえか、他にもおかずはあるんだからよ。何度注意しても大治くんは僕の卵焼きを食べちゃうんだ。それで翌日からは卵焼きを守るための工夫をすることにしたんだけど。こっちだ。はあ、どうしてわかったんだ。へえ、面白いことするじゃん。あ、ここにいたか。ダメだ、今日も。どんな対策を講じても大治くんに突破されてしまった。それでもう僕は何日もママの卵焼きを食べられない日が続いていたんだ。先生に相談しても、それくらい我慢できるだろう、大人になれよ。こんな感じで相手が芸能人の息子だからまともに取り合ってくれなかった。あなた、どういうお仕事をされているの？便利屋と言いまして、人探しやぼったくり店の調査なんかをやったりですね。便利屋ってあなた何でもしてくださるの？まあそうですか。夏子に任せろ。今日は今大注目の便利屋のアントンさんをお招きしてお送りしております。テレビに映っていたのは大治くんママの番組だった。どうしたのよ春樹、なんだか元気がないけど。なんでもないよママ。卵焼きのせいで僕はテレビで大治くんママを見るたびに憂鬱な気持ちになった。それからも連日のように大治くんは僕の卵焼きを食べ続けて、うめえ、あ、最高。今日はお持ち帰り用にタッパー持ってきたんだ。そしてついに、うわ、おお、あいた、何すんだよ。もういい加減に、もういい加減にしてくれよ。僕は我慢の限界だったんだ。だけどその後、僕は職員室でみっちり怒られることになった。何やってんだ春樹。ごめんなさい。しかも僕の災難はそれだけで終わらず、放課後、ずいぶん小さい家に住んでるのね。大治くんのママが僕の家を訪ねてきたんだ。あなたね、どういう教育されてるの？うちの子が怪我をしたのよ。骨折でもしたらどうするのよ。はあ、大治くんのママは文句を言いに来たようだった。それじゃあ今後は十分気をつけてちょうだい。そして言いたいことを一方的にまくし立てて大治くんママは去っていった。まるで嵐のようだった。何よあれ。だけどその次の日から大治くんは調子に乗って当たり前のように卵焼きを食べるようになったんだ。だけどもう僕は止めることもできなかった。本当にどうしたのよ春樹。それでどうしようもなくなった僕はついにママに打ち明けたんだ。ごめんママ、実は。そして僕の話を聞いたママは、わかったわ、それなら特別なの作ってあげる。え？そう言うとママは冷蔵庫を漁り出して、それは半年間冷蔵庫の最深部で眠っていた腐った溶き卵だった。ママ、それは春樹はあっちに行っていなさい。そしてママは調理を始めたんだ。翌日、これを持っていきなさい春樹。この
弁当って。ママは半年前の腐った卵で作った卵焼きをお弁当に入れてくれたのだ。そしてその日のお昼休み、これでよしっと。僕は机の上にわざと蓋を開いた状態でお弁当箱を設置した。そして掃除用具入れの中でじっと獲物が来るのを待ったんだ。懲らしめてやるつもりだった。さあ来い、タイジ君。すると案の定、タイジ君が僕の机の方にやってきた。いいぞ、食べろ食べろ。だけど、マジマジ。そしたら木村がさ、タイジ君はなかなか手をつけなかった。もういつもはあんなに簡単に食べるのに。それから数分が経って、ついにタイジ君は僕の弁当箱に食いついた。よし、いいぞ、食べろ、ほら。そして次の瞬間、いただきます。よし、タイジ君は僕の卵焼きを食べたんだ。ん？でもなんかいつもと味が違うような。どうなるどうなるんだ。だけど、まあいいや。おい、体育館行こうぜ。そんな。特にその後も事件は起こらず、タイジ君は別に平気そうだった。結局タイジ君には効果がなかったんだ。だけどそれは次の体育の授業中に起こった。おらはるきとタイジの1対1だ。僕たちは体育のドッジボールの授業で熱い戦いを繰り広げていた。これで終わりだ。そして僕がこれまでの怒りを込めた渾身の一球を放った次の瞬間、やったー。僕の投げた球はタイジ君の顔面に命中した。だけどそれで終わりじゃなかったんだ。タイジ君は生まれたての小鹿のように震え出して、どうしたのタイジ君。おい、タイジ君はその場で吐き出したんだ。最初は当たりどころが悪かったのかと思ったけど、痛い、腹が痛い。大丈夫かタイジ。タイジ君はそれからも嘔吐と痙攣を繰り返していた。救急車だ。タイジ君。放課後、想像以上の効果に驚いた僕はママとお見舞いへ行くことにしたんだけど、タイジ君。タイジ君はサルモネラ菌という菌で食中毒になったらしい。卵を加熱調理しても菌は生きていたんだ。明らかに僕とママのせいだった。その時、どう責任取るつもりよ。あ、タイジ君ママがやってきたんだ。タイジに聞いたわ。卵焼き、ハルキ、タイジ、あなたたちがタイジにおかしなものを食べさせたんでしょう。どう責任取るつもりよ。タイジ君ママには僕たちの仕業だということがバレているようだった。だけどその時、元はといえばあんたの息子が私の息子に横暴な態度を取るからいけないんでしょ。ママが反論したんだ。芸能人だかなんだか知らないけどね、うちの子を傷つけるのは絶対に許さないわ。はあ。それでママたちは口論を始めてしまった。ママだけどその時、まあちょうどいいわ。今日はあなたたちを懲らしめるためにある人を雇ったの。タイジ君ママはこんなことを言い出したんだ。さあお願いよ、ボコボコにしてちょうだい。え、タイジ君ママは芸能人パワーで怖い人を雇ったんだ。僕たちに仕返しをするつもりらしかった。だけど、そういう依頼は受けていなくてですね。あなた便利屋でしょ。
何でもしてくれるんじゃ。どうやら当てが外れたようだった。そんなこと頼むなんて人として終わってるわね。何よ、終わってるのはどっちよ。それでママたちはまた喧嘩を始めたんだけど。ちょっと奥さんたち。その時だった。やめて。大二くんが目を覚ましたんだ。羨ましかったんだ。俺はいつもお店の弁当ばっかりだったから。聞くと大二くんのママはいつも忙しくて全然料理をしてくれなかったらしい。だから大二くんは家庭の味に憧れていたんだって。私のせいじゃないの。そしてその後ママたちはお互いに謝罪して和解した。ごめんなさいね。私こそ。もちろん僕と大二くんもだ。数日後、さあできたわよ大二。ママは大二くんママに卵焼きの作り方を伝授したんだ。だけど、もう卵焼きはゴリゴリだよ。それから大二くんが僕の卵焼きを食べることはなくなったのだった。